カヌースラローム、あそこは見に行きます。今ね、あです。で、オジファミリー級カヌー、そうやね、中に入れないけどね。でもまあ中に入れないけども、やっぱりこう空気でつながってます。緊急事態が出てるんですけど、やはり生でオリンピックって生きてる間に多分一生、地元開催って一生に一度だと思うんで、生でぜひちょっと雰囲気を楽しんでみたいなと思ってちょっと来てしまいました。まあ、正しい判断じゃないかなと思います。で、その代わりテレビでたくさん放映してくれてるんで、それで自宅から応援できるので、ある意味新しいスタイルかなというふうに思います。まあ、世界一になってきてるのはしょうがないな。まあ、そうですね、残念ですよね。せっかくこういう立派な手術やら、たくさんのアスリートが来てね、見れないのはかなり残念というかね。もう今後は3回目はないと思うからしょうがないですけどね。取れてます。はい、ありがとうございます。すいません、どうもどうも。